地震で損傷した苫東厚真火力発電所1号機について北海道電力が昨日中としていた再稼働は今日以降にずれ込む見通しとなりました。発電所の1号機からはすでに蒸気が出始めています。地震で損傷したボイラー管などの修理が行われていた苫東厚真火力発電所1号機について北海道電力は昨日にも再稼働すると発表していました。しかしボイラーで蒸気を作るための水を入れ替える作業に時間がかかっているため再稼働は今日午前9時以降にずれ込む見通しだということです。再稼働でき次第需要を1割減らすための節電要請も解除します。